はい、どうもニエトノです。今回はリネレボのちょっとねイベントみたいなのが来てたので、それについて少しお話ししていこうかなと思います。はい、まずはこれ秋の夜長お月見フィーバータイムについて見ていきたいと思います。はい、まあ概要としては深夜2時まで開催ということで、まあアイテムとアデナの獲得量がこの期間の時間の間2倍になるよっていうイベントみたいですね。はい、でまあアデナとアイテムね2倍になるっていうだけで、まあ効率も普通に2倍という感じなので、うん、積極的にこの時間帯狙って、まあ、プレイしていければ普段よりはやっぱり効率がよく遊べるよということですね。はい、でこれ時間の中に24時から26時という表記があるんですけれども、これに関してはね下にもちょっと書いてあるんですけど、翌日の、まあ、0時12時から2時深夜のね2時の実施となりますということですね。はい、でフィーバータイムのダンジョンには適用されないと、アイテム獲得量増加にモンスターコアは含まれませんということですので、まあ、フィールドボスとかのタイミングとか合わせてもそれは適用されませんよということですね。はい、もしくはあのなんだろう、召喚石とかも多分そうですね、モンスターコア集めがはかどるというものではないよということですと、はい、いう感じですかね。はい、ただねこれ一つ今気になっているのが、期間中通常フィールドのアイテムアデナが時間別に2倍になるということで、今やってるトレジャーハントのイベントあるじゃないですか、あれのゴールドガーゴイルのドロップとか、あれは2倍になるのかっていうところがすごく今気になってます。でまだちょっとね検証できてなくて申し訳ないんですけれども、もしそちらのアイテムアデナも2倍になるということであれば、もうね本当にかなり美味しいですね。トレジャーハントのイベントあれだけでも相当美味しいのに、そのアイテムアデナが2倍になる、それだけでやばいです。はい、なのでもしそちらのねゴールドガーゴイルからのドロップ品なども対象に含まれるのであれば、この時間帯狙ってまあ宝箱開けにかかるっていうのがすごく流行るというかね、みんなやるんじゃないかと思われるので、いつも以上に宝箱の競争率が高くなるかなというふうに予想されますね。はい、といった感じでお月見フィーバータイムに関してはこんな感じですね。では次行きましょうか。はい、それでは次のイベントについてですね。はい、こちら決命クエストを攻略して豪華報酬をゲット、決命の証イベント開催ということで、はい、まあ決命にね参加されてる方限定のイベントにはなるんですけれども、決命員とまあ協力していつもあるねこのアジト決命クエスト、こちらをクリアして、でこれクリアした回数に応じてこれですね達成報酬がもらえるよというイベントが実施されますと。はい、でバナーにね召喚石の絵とか入ってたんですけど、どうやらそれは報酬には含まれていないみたいですのでお気をつけくださいと。はい、強化スクロールボックスがもらえますっていうことですね。まあ正直ね報酬2に設定されてる、もしくは5個以上の報酬1に設定されている3万アデナについては、正直ねこの3万アデナのために頑張るっていうのはまああんまり美味しくないですね。正直ゴールドガーゴイル買ってる方が今は美味しいです。まあ普段から考えれば3万アデナってかなりねいっぱいもらえてる方なんですけどね、本当に武器とか10本とか売却しても1000アデナとかなんで、うん、3万アデナっていうのが決して少ないわけではないです。はい、ですけれどもまあ一応狙いとしてはやっぱり報酬1の強化スクロールボックスになってくるのかなというふうに思います。でこちらね、まあ、強化スクロールボックスに関してなんですけれども、強化スクロールね武器の、まあ、強化を行う際に使用するアイテムなんですけれども、これはね正直いくつあっても足りないぐらいのものなので、まあ、決命員とね協力して24個以上のクリア、一番上を目指すのが一番いいですね。はい、まあそらそうだろって話なんですけれども、ただその強化スクロールっていうものが本当にいくつあっても足りないよっていうことをちょっとお伝えしたかったっていう感じです。はい、で下にここ注意事項に書いてあるんですけれども、これね報酬はクリア回数に応じて配布されますと。でその次、上位の条件を達成している場合下位の報酬は配布されません。これですね、これがしれっと書いてあるけど重要。僕パッと見この達成報酬を見た時、あ、じゃあ24個以上のクリアまで達成すれば順番に、まあ、アデナで言えば15万アデナ、
で強化スクロールボックスで言えば合計25個もらえるんだなってパッと思ったんですけど、そうじゃないらしいですね。はい、おそらくこれは24個以上のクリアを達成していることで、それから下の20個15個10個5個の報酬はもらえないというふうなことだと思います。はい、ですのでまあマックスもらえる報酬としては強化スクロールボックスが10個と3万アデナということでいいと思います。はい、まあ正直ねこれ別に全部くれてもいいんじゃないのと思ったんですけどね。強化スクロールってその今ねすごくいくつあっても足りないっていう言い方はしたんですけれども、言ってもフィールドでね敵からドロップするアイテムですし、そのね希少性はそこまでないんですよ。ただいくつあっても足りない、それは事実なんで、正直ねこんな25個ぐらいだったら配ってくれてもいいのになっていうふうにはちょっと思いましたね。はい、まあ確かに数あるとね一気にそのサーバーのねプレイヤーたちのまあなんていうんだ強化値とかが一気に上がっちゃうんで、そのなんていうんだろうな攻略速度みたいなもの、このリネージュの今のコンテンツに対する攻略速度っていうのがまあやっぱり上がってしまうので、その辺まあ調整考えてのことだと思うんですけれども、まあ全部くれてもいいのになっていうふうにはちょっと思いましたね。はい、あとまあ注意点としてはイベント終了時点で配布されるということなので、この条件を達成したタイミングで配布されるものではないですということですね。はい、そうですね、次回メンテナンス時に予定してますということです。はい、あとは、イベント終了日時までに決明から脱退追放されていると対象外となるそうですのでお気をつけくださいといった感じですね。はい、今回はね、まあ、このイベント2つに関してちょっと触れていこうかなという内容になってましたと。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよければお願いいたします。それではさようなら。